はい、野村日本です。こんにちはということでやっていきましょう。ダークサムスさんです。よろしくお願いします。メテオあい動画開始5秒でメテオでバーストしていくと、やばいね、えぐいね。結構今日調子いい、絶対これ調子いいですが、多分今日の実況センスはないです。これはもう俺が言います。だって久しぶりだもん実況。またね、最近ね動画すごい伸びてて、今動画を上げやなというそういう時期やのに、今動画を上げたら絶対伸びるみたいな、そういう感じのミラクル期なんですけど、そんな時に限って昨日動画を上げやんっていう、なんていうことを僕はしたんでしょうか。うわっ、あー今のダメか、来いおらーし。まあプレイはなかなか今日よろしいんですが、あーよろしくない、よろしいんですが、なんかね最近あまり動画を撮る時間がなくて、せっかく再生数が伸びてね、一発道連れしても死なへんっていう動画がちょっとバズったんですよね。ちょっとねいい感じに多分10万再生そのうちいくと思うんですが、一発バズると新規の人が僕のことを知らない人がよく見てくれるということで、そういう方多分多いと思います。今回も多いと思うんですが、そういう時に動画を上げると、まあその新規の人も、あ今日動画上げてるみたいな、今日はどの動画やろうみたいな、そういうことをしてくれるので、やはりそういうね、バズった時、次の動画で言います。さあジョニーさんこんにちは、お願いします。ということでちょっとさっきの話、一発動画バズったらとりあえず、まあ、基本的にはいっぱい動画上げときゃ勝手に再生数伸びるし登録者も増えるという、そういう理論っていえあるんですが、あるんですが、ちょっと僕はねちょっと昨日サボってしまいました。サボったというよりは部活の友達と後輩とちょっと焼き鳥を食べましたという、そんだけの話なんですけど、うんご、あ帰ったらよかった、帰ったらよかった。今のちょっと今のは甘いなんですけど、2回目はさせやんから。まあそういうことで、ちょっと昨日サボっちゃった、うん、実際的にはまあ内容を見れば、まあ、サボっちゃったんですが、まあそういうこともあるよということでね、まあ今日から頑張って、昨日はあげたんか、多分昨日はあげた、一昨日かサボったんは、だからまあ頑張っていきます。夏休みということでね、まあしっかり責任を持って毎日投稿頑張っていきます、お願いします。ということで今回このメテオの確率は一体何、ガチでガチメテオ、ガチメテオマスター機なんやけど、やばいやばい、俺今どんだけメテオ当てました、今のもうワンチャンありましたよね、ほい、あーダメかー、見てからやるべきやったね。さあこれ怖いよ、ふん、はい、トゲにね今気をね、何トゲを気にしすぎて、まあね自分から死んじゃうという、アホです、アホです僕は。さあふん、あーそれ好きっすねでもあれね、飛ばされた後にすぐ回避するときはなんとかなるんですよ、こうやってマジなんとかなるんですよ。だからあんまりそれね俺には通用せんのだわ、だからあんまりしない方がよろしいかと僕は思います。上京マスターで、あはい、なんかやっぱり実況が微妙。さあミュウツーさんこんにちは、お願いしますということでね、今回はねもうトークはあんまり期待できないんで、トークではなくプレイで語っていく系実況だ、ラリフォンとしてちょっと頑張っていきます。もうプレイで語るね、魔人剣に言葉はいらねえぐらいの気持ちでちょっとね頑張っていきたいんですが、まあ、魔人剣よりも今日はメテオが入りますね。今日のメテオ率えぐない、マジでめちゃ、あ危ない、え助けて、よし甘い甘いぜ回答よ。さあなんかミュウツーの逆襲が今やってると思うんですが、あマジかやってると思うんですが、見に行きましたか。俺はあんまりポケモン映画ね、小学校卒業からもう見に行っていないんですが、ミュウツーの逆襲って一回なかったっけ、あれのリメイク的な感じですか、よくわかりませんけど、なんかあったよね、なんかサトシの手持ちのポケモンがなんかクローン作られてみたいな、そういう感じのストーリーがミュウツーの逆襲やんね、のリメイクなのか続編なのかわかりませんけど、まあ、また暇があったら、まあ、夏休みということで見に行こうと思うんですが、まあ、見に行った人、まあ、ネタバレなしでよかったら面白かったか思んなかっただけ教えてください。お、出ていく、いや危なっ。さあちょっとミュウツーね逆襲とか言いながら、やっぱガノンには勝てない、やっぱりねどんだけ逆襲したくてもミュウツーはガノンには勝てない。なんでかってもうフィジカルがちゃうんすわマジで。私はねこちらコチトラ、あコチトラ2メートルプラス魔王やで、勝てるわけがない、ほら
魔人剣に言葉はいらないですからね。もう無言でいきましょう。なんか思ったよりもうまく決まってちょっとびっくりびっくりしてます。皆さん頑張っていきましょう。こっち、うわー、言葉はいらねえ、言葉はいら、あ、掴むんだ。ちょ、今のは悔しい、今のはワンチあったから悔しい。あぶね、ふんが、やめて、おい、回避しない。まあ掴まれて、まあリストック、まあこっち有利で、やられちゃった、やられちゃった。くそ、今の黒を出したせいで、ほい、よし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 、プレッシャーは完全に与えております。 OK、 プレッシャーでは勝っている。やめて、やばいやばい、助けろ。よし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 、ガノン、ガノンステップ。オッケー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 。やばい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 、魔人剣に変わってて負けるんはエグいと思うだ。なんか知らないけど勝手に空中馬が出てました。さあ、ナチスさんこんにちは、お願いします。ということで今回はね、もうね、先ほど言った通りプレイでもうね語っていこうということで、やはりねトークはちょっと今日は残念なんで、滑舌もまあいつも通り平常運転残念ということで、まあ今日はプレイでしっかりあのね、あの新規視聴者を視聴者をちょっとね獲得狙っていきたいということで、頑張、割れそう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 、絶対割れる、割る、もう絶対割る、割らなきゃダメ、割れます絶対。うーん、逆、あー、もう無理です、割れません、もう無理です、もうちょっと遅い、ちょっと遅い、ちょっとね死なん、こんな、そんな、そんな、あっ、そら死ぬ、そら死ぬわ。2回目は死ぬわ、さすがに。事故れ、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 事故らんのかい。はい。みんなそっち、ねえ、みん、まあ、VIP とさ、VIP じゃない人のさ、なんか、心理戦が違いすぎてさ、最近落ちたり、上がったりするもんで、なんかもう、心理戦ガチ無理。心理戦ガチ無理ぜ、俺今。やめて、灼熱と当たらん。あー、やめて。はい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 、とりあえず空中への振っときゃ VIP でも VIP じゃなくても勝てるのは僕は知っています。 OKOKOK114%115% 114%115%と空中前、はい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 、ほらほら、とりあえず振っときゃ勝てる、これがガノンドロフ。あ、それはガオレイ、 OK、 もう一回振っちゃおう、竜巻、よいしょ、はっはっはっ、あかんあかん、それメテオコやんといてえな。灼熱ってあれなんですね、ちょっと遅いんですね。やめて、死ぬ、もうよくないよそれ。多分あれね、見てからね事前にいけるんですよ。やからもうガノンに勝機はなかった今の。やからもう竜の今のはもう独壇場だったというわけ。やからかなりきついね。だからとりあえずパーセントを貯められなければああいうパターンは絶対ならないんで、とりあえずダメージを食らわないでおこう、それが大事。やめて、じゃあじゃあじゃあよ、45%、うわー、見ておくれ、絶対来ないの、来てや、もうそこは来てや、あかんあかん、こういうレッキを打ってるとあかんのですよマジで、あかん、持続があかんの、あぶねー、マジ持続があかんのこいつマジで、持続がナチスなんですよガチで。オッケー、あ、おはい、え、ノッコ。さあブローさんこんにちは、お願いします。ということで、もうなん、さっき見たよこういう感じの人。もうリベンジマッチや、さっきねもううまいコートやられちゃいましたので、次こそは OK、 今のメテオンのためのまあなんかそういうコンボやと思うんですが、そんなんじゃ私は倒せないということで、はい OK からのクロー、あぶね、あぶね、あ、やめて、え、え、はいはい、拳より剣は強しということで、剣を剣で倒していくと、うまい、リホンさんうまいです、危ない、おいおい、レッキー、拳には足ですよ、うわー、全部クラワンソンの、えっ、あっ、やべえ、くそー、昇竜拳あと隙ない、あー、もう炎出てますでね、ちょっと危ないですよ、ちょっと炎出てますガチで、じゃあこっち、はい、さよなら、はー、惜しい、宙浮きすぎちゃう、ちょっとちょっと宙浮きすぎちゃう、今の今の宙浮きすぎて魔人剣当たらんで、よくないよ、魔人剣対策をしている中の武術で、弱からの、あ、
9号が空上したかったんですがダメでした。さあ残りストック、結構さっきよりは展開早くてちょっと僕は嬉しい。はい、展開早い方がちょっとね、ガノンも結構ねもうすぐ済ましたい系の人間なんで、あーさすがに死なんか 70% から死んだ僕は泣きました。 OK、 こっち読んでいない、何それ、何それ、ちょっとつかめないじゃん。一回起立してから出してくれ攻撃マジで、じゃなくてつかめない、ジャンプしないか、はい、うわ惜しい、メテオをそのまま行くと思ったんですがダメでしたと。さあ波動拳食らっちゃいましたけど弱で、拳には拳でもうね、もう今はもうハンディをあげましょう、ハンディを、あなたにはハンディを、あすごい、めっちゃ目つき、